パークシティ大崎は東京都品川区北品川で行われた再開発事業。超高層ビル、超高層マンション等で構成される。大崎駅周辺は1982年に東京都長期計画において池袋、新宿、渋谷、臨海等と並ぶ副都心の一つに指定されて以降、地区内に集積する中小工場の土地利用転換が再開発により、 飛躍的に進んだ。1985年に市街地整備基本構想、翌年に大崎駅周辺地区市街地整備構想が定められ、1987年に大崎ニューシティ、1999年にゲートシティ、大崎が誕生。大崎副都心としての街づくりは進展していく。北品川五丁目第一地区第一種市街地。 再開発事業は1991年に、尾関新木海ブロック町づくり研究が発足し、再開発に向けての検討がスタート。その後、2007年に都市計画決定、2009年に組合設立、2011年の権利変換認可等の節目を経て、2012年4月に本体工事が着工、2015年6月に開業し、9月に、 商業ゾーン、オリーブテラスが、グランドオープンしたことで全体が完成した。事業費は、約1,159億円。開発エリアの5外区に大崎ブライトタワー、大崎ブライトコア、パークシティ大崎ザレジデンス、パークシティ大崎ザタワー、北品川地域交流施設、サムビル、大崎ブライトプラザの7棟が建設されたほか、目黒川への周辺住宅からの汚水流入を抑える。 交流改善施設が、この再開発で整備された小関橋公園の地下に設けられた。また、敷地全体の緑化率を30%超に高めて、緑あふれるオープンスペースなど歩いて、楽しい潤いと賑わいのある街並みを実現している。水平方向に展開するグラデーションを特徴とする b c p に対応したオフィスビルである。3.4階には、 品川産業交流支援施設、シップが入居する。シップは500席を収容する多機能ホールとオープンラウンジ、インキュベーションオフィスなどで構成される。大崎ブライトタワーとは2階レベルの空中デッキで接続されており、一体的な利用と利便性に配慮して整備された。目黒川沿いに立つ地上18階建ての共同住宅。 すべての重戸から目黒川を望めるように弓形の平面プランとなっている。2階のエントランスラウンジからは目黒川沿いの桜並木を見下ろすことができる。2階建ての店舗棟。1階にドラッグプラス、品川五殿山店、2階にクリニックモールが入る。3階レベルの屋上庭園は一般に開かれた公共空地で植栽と芝生の広場となっている。地上4階建てで、 大崎地区のものづくり産業の継承を目的に整備された作業所棟。高い階い高設定や重荷重対応など様々な使われ方を想定したスペックとした。目黒川に面し、同じ再開発で整備された尾関橋公園と連続するように一体的に整備された地域交流施設。平屋建て。夜間もガラス越しに内部の様子が映し出され。 街の賑わいに貢献している。カフェホールアワーズが入る。ありがとうございます。